いてフィッシングウェーブです。今どんな釣りが来てるのかゲストと一緒に読み解いていきます。はい、鈴木さん引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで今回のテーマはこちらです。全国どこでも隣のあいつより大きいカワハギを釣る方法です。おお、なるほど、はい、面白い切り口ですね。何枚釣るとかそういうこともいいんだけど、うん、隣のあいつより1センチでも大きいカワハギを釣る。いや、いいですね。ね、これ全国どこでもっていうことなんですけど、はい、釣り方ってやっぱ場所によって変わるみたいですよね。まあそうですね、今自分たちは関東近辺に結構動いてるんですけど、その全国っていうレベルで見るとやっぱりね、釣り方もやっぱ地域性が強い、まあ、餌だったりとか釣り方だったり、まあ、あと道具なんかも結構違う。でもやっぱりそういうところでも楽しさが、カワハギ釣りの楽しさが分かってくるようになって、トーナメントとかそういう大会とかがやるようになってきて、レギュレーションが決まってくると、だん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 やっぱり同じ釣り方で日本国中どこでも釣れるようになってきましたよね。ああ、そうなんだ。そうなんだ。でかいカワハギ釣るにはどうしたらいいんですか。これからの季節ででかいの釣れやすいですか。ね、比較的でかいサイズっていうのはやっぱり、まあ、初夏までって言われて7月ぐらい頭ぐらいまでが大きいのがいますよね。初夏にでかいのが釣れる。そうです。じゃあこれからだと小さくなっちゃう。そうですね、だからその小さい今年生まれた搭載魚、去年生まれた搭載魚とその残ったやつが、こう合わさる時期があって、でそれが大きいのだけがいて小さいのが途中で合わさってきて、まあ、最盛期を迎える。なあ、そうか、はい、じゃあ最盛期っていうのが秋なんですね。そうですね、大きいの釣るならもう5、6、7とか4、5、6とか。じゃあもう夏っていうか春です。春から初夏にかけてってことなんですね。はい、そんな鈴木さん、でかいの釣りました最近は。5月に歴代2番目っていうのが釣れましたね。これセンチ書いてある、これ 36.5 です。 36.5? わーで、これはでかさがわかる、はい、すごい。これもう馬面ハギサイズじゃないですか。こんなのいるんですね。います。まだもっとでかいのいると思います。これ釣ったのが5月26日。はい、じゃあ春ですね。春ですね。春です。そっか、じゃあね、隣のあいつよりでかいのっていうのはちょっと、まあこれからの季節は難しくなってくるっていうこと。いや、まあまあでも尺じゃなくても ね、隣の人よりも1センチでもいいから大きいの釣ろうっていう、まあ、大会とかもそうあるし、まあそうね、そうそういうのができるのかなと思って今日はこのテーマでございます。でも確かに同じ船乗って同じ場所で同じ時間に釣りしてるわけですから、はい、やっぱりね、2人よりもでかいの釣ったら嬉しいもん ね、ちょっとね、まあ、ね、ちょっと優越感に浸りますからね、はい、そうか、同じ条件でどうやってでかいの釣るか、これぜひ教えていただきたいと思います、うん、お願いします、うん、はい、でもね、先日もこうちょろって言ったんですけど、そのやっぱりワッペンのシーズンになると当然やっぱ大きいのって片もんって釣れなくなってくるじゃないですか、うん、でもそのワッペンの中でも、大きいのを釣るとかで、その比較的全対象物の中でも大きいのを狙って釣るっていうのは、うん、結構狙ってできるんですよ。狙えるんですか、サイズを。狙います。狙います。数釣りをやられる方だったらまず底辺を広げる、片っ端から当たりを拾ってって、その中から、当たりのでかさを見て選んでかける方法と、うん、初めからもうでかいのを狙ってでかいタックルで、それを狙いに行くっていうやり方と2種類あると思います。僕ね、今まで聞いたことがあるのは、はい、サイズが欲しい、もう小さいワッペンサイズはいらないという時は、はい、針をでかくしろって言われたことがあるんです、はい、あ、なるほど、はい、針をでかくするっていうことは小さいのがもう物理的に口に入んないってことですね、うんうん、はいはい、まあその仕掛けは今の話は針だったじゃないですか、はい、まあ、魚との接点の話ですよね、うん、と今度はその接点を終わってかかった時にどうするかっていうのもあるわけですよ。大きい針でカワハギ大きいのかかりました、何を心配しますか次に。バラさない。そう、バラさない。やっぱ引きが大きい、うん、ただ竿は硬い方がいいですか柔らかい方がいいですかって言ったら、柔らかい方がバレにくい。そうそう、で当たりもでかいんで別に繊細な当たりを拾わなくても柔らかくても取れるので、うん、でゆっくり待って完全に食べてから合わせてあげれば、それはリスクは当然硬い竿より柔らかい竿の方がないですよねっていう。おお、なるほどなるほど、なるほど、確かにそうやって考えるのかな。ってなるとタックル選びが柔らかい方、柔らかい竿を使って、はい、大きい針使ってってやったらおのずとでかいのが釣れガチな、ガチっていうか多分条件は一緒でも取れる確率がかなり上になる。あー、はあ、なるほど。じゃあ
硬い竿を使うと、硬い竿を使えば当たりはよく分かるんですけど、だからこれ大きいちっちゃいも多分かける前から分かると思うんですよ、うん、分かりますけど、まあ井田さんも経験あると思うんですけど、はい、ポチッと当たると人間ってカワハギ釣りって発作的にいくじゃないですか。はい、もうね当たった合わせちゃう、待てない、うんうんうん、そうするとせっかく同じ回数当たっても魚をかける率が落ちますよね。え、なんで？やっぱりあれじゃないですか、小さいのの当たりを先にピクってやったら大きいの食う前に小さいやつのコンタクトでパッと餌をくれてしまえば次に大きいのが来た時も、あ、もうその時針がないわけですよね。なるほど、じゃあ情報量が多すぎるからうこう慣れてる人はそういう当たりの取り方で変えてもいいけど、はい、初心者は比較的柔らかい竿 で本当に大きいのの当たりだけ取った方がいい、取った方が確率は高いです。底辺が一緒でも取れる確率が高い。はあ、なるほど。鈴木さんが話していることで言うと、うん、当たりを感じましたっていう段階で、はい、魚のサイズが分かるってことなんですか？分かります。そこなんだ。そうです。だから例えば小さいの、まあ、数釣りやっててあこれ小さいよって分かっててかけられるで取っちゃう、でも針が小さいの使ってればでかいのかけた時は取れないですよねっていう、うん、で初めから今度はでかい針を使ってでかい餌でコンタクト取れば当たりがでっかいのは全てもうでっかいカワハギだって認識だったら大きいのだけ選んで取れるじゃないですか。大きい魚の当たりっていうのはやっぱり大きいんですね。前当たりって言われる、まあ、あのカワハギやる方だったら分かると思うんですけど、うん、そのパワーが違いますよね。そうなんだ。そうやってじゃあ小さい当たりの時は針にかけずにやり過ごすってこと。まあ、餌を取らせないように一回重りをポンって動かしてあげて、うん、まあ、ごめんねさようならって感じで次に大きいののコンタクトがあった時にはもうでっかい当たりの時はもうしっかり回ってかける。そんなことができるんだ。できます。なんかよく聞いたことあるのは、はい、大きいの狙いたい人ってもう置いとけっていうじゃないですか。動かさないっていう、はいはい、あれって他の当たりを取っちゃうからってことですか？要するに動かさなければ、あ、そういうことですよ。他のあたりは動かさなければ、まあ、動いてないんであんまり寄ってこないですよね。あー、なるほどね。小さい魚も、はい、まあ、ゲスト他のゲストも寄ってこない。でもゾソーっとした動いてる仕掛けの隣に止まってるのが来た時に隣の餌は小さいのが取っても止まってる餌は大きいのがスーッて来て、まあ、動いてるから嫌だから止まってる餌取りますよって言って大きいのがかかる確率が高い。放置だ、放置、放置、放置プレイで釣れるってやつがそれなんだ。そうですよ。はあ、面白いですね。うん、でもなんか具体的にその小さいカワハギと大きいカワハギの当たりがどう違うのかってこう説明できるものですか？ね、これはその竿の種類によっても違うと思うんですけど、目で見て穂先動いたのを取る方と手感で取る方って手の感度で取る方っていると思うんですけど、大きいカワハギって目で見るときは目は、ね、あんまり変わらないですね。手の感度、音を伝わってくる感度がものすごいでかいんですよ。だから穂先は動いてないですよ。その手感がでかいんです。感じ取れるかな。それをね、感じ取れる違い、感じの違いを聞き分けられるぐらい当たりを感じたいですよ。いや、多分ね、かなり違います。そうなんだ。こう音で表すとあれなんですけど、ギーッっていう。ちょっと待って、感じたことない。言うんだ。多分小さいのって皆さん穂先にピクピクとか、はい、ちょっとふわっと動いたりとかするんじゃなくて、うん、その手で来るのとギッとかガッっていうそういう擬音ですよね。こう誘ってうわ当たったなと思ってピッて見るとギギギギギって言うんですよ、うん、あ、もうでかいなっていう。うわ、それは。じゃあその前ギギギギの前あたりでカッとこう合わせが決まるぐらいのその間の間ってドキドキするでしょうね、はい、そうです。それが待てるか待てないかです。よく初心者の方に大きいの釣りたいよって言われるんで、同じ一匹だと大きいの釣りたいって言われる方にはもう一番おすすめするのは、岡前さんが言ってた通り動かさない、うん、なんだけど、うんうん、ただ動かさないんじゃなくて乗り合い戦だから、そこに着いたら重り1個でもいいからそこから切る。そこから切る。そうすると船が流れてっても道具は後ろに重りを置いていかないんで成立しますよね、うん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 、そこで重りを1個浮かした状態で待つ。何もせずに。何もせずぶら下げとくんだ。そうす。で、当たっても何もしない。当たっても何もしない。そう、逆に何もしない。で、魚が完全にかかってビヨンと引っ張ってから初めて合わせて巻く。それが一番大きいのを釣る確率が高いかな。うわ、それはもうね、自分がね、もう我慢できるかどうかみたいなところになっちゃいます。なんかシンプルだけど一番難しいかも。そうなんですよ。だから待てない人は、だから小さいのに
たがられてしまうっていう。おワッペン、ワッペンだらけ。なるほどね。ちなみにこれちょっとまだ当たりの違い私は感じ取れないと思うんですけど、はい、そういう人にこう棚だったりとか、うん、なんかこうポイントで大物狙えるとかってなんかないですか？もうちょっと分かりやすい。ああもうポイントだったら多分下が多分岩礁帯ですよって言ったら、はい、50センチから1メーターで割って切っちゃう。おお。で砂地だったら0点から重り1個まず1は。それなんでその層に大物が。そう思うじゃないですか、はい、砂地って基本的に餌は砂をカワハギをこうやってプープー吹いて食べてますから当然棚は低いですよね、うん、で大きいやつほど吹く力が多いので少し上にいるんです。はあ、そうなんだ。はあ。で岩礁帯の場合は岩礁帯にぶつかって餌が巻き上がったのを中層で食べてるやつ個体って結構大きくて小さい個体が流されちゃうから岩礁帯のすぐ際にいるんで少しその岩礁帯に当たったところに上で待ってあげた方が大きい魚に出会うチャンスが多い。もうね宙吊り浮かした宙吊りずっとやってる人がいるんですよ、はい、やっぱり そういうところなんだ。そうですね。はあ、なるほどな。で、ね、今回ねそのポイントっていう居場所もまとめてもらったんですよね、うん、そうですね、うん、はい。鈴木隆史流大きいカワハギの釣り方居場所を探るパイロット、はい、パイロット、はい、居場所を探るどういうことだろう、はい、パイロットって、まあ、よくこれは、まあ、自分が作ったあれなんですけど、まあ、こういう感じになってるんですけどこれ縦の釣りですね。今言ってた縦の釣りで釣りを組む時なんですけど、うん、まず誘い上げで誘い下げゼロテンションで引き下げであそこにまあテンションホールとかっていろいろ書いてあるんですけどでまた聞き上げるこの一周のあの動きを、まず新しい場所に行きました、うん、で最初に餌つけて入れます。一投目であれをやるんですよ。いろんなパターンの誘い方を一通り試してみるっていうことなんですか、はいはい、そうです。あれ一連の動作であれが全部できるようなサークルになってるんですよ。あ、つきました。まず誘い上げます、うん、だから今度その仕掛けを誘い下げます、うん、ゼロ点になります、はい、そしたらそこからマイナス目をもっと引き下げてって、うん、で今度はそこから聞くときにどういう落とし方をするのかテンションをかけて落とすのかフリーで落とすのか、うん、で落とし切った仕掛けを今度聞いてあげていく、うん、でまた重りを切ってまた上に上げていくっていう動作をこう一周回ってですね。へえ、なるほど。そうすると どこかの動かし方をやってる時に当たりが出たら、はい、今日の当たりの誘い方はこれだっていうのがなんとなく見えてくるんですか、うん、はい。これね見方があってあれ一連の動作なんですよ、はい、で例えば、ゼロテンションで当たりました。だゼロテンションにした時に当たったんでそれは上からついてきてゼロ点で食ったのか下からついてきてゼロ点で食ったのかっていうのもあるわけですよ、うん、だそこを確認するためにあの一連の動作で当たったところは分かるんですけど当たり出しがどこかっていう部分も分かるんです。ほー、こんなこと考えてなかった。僕はもうねもう重りそこに落としてどん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 やってるだけでした。はいはい、うん、まあでもこれをやることによって壊れない、いつも安定してその何にもない部分から始められるんで、うん、だ何にもないところで、まあ、今日これで釣れちゃったけどそれ一日やっても途中がダメになったりとかすることがなくなりましたね。へ、迷った時はここに戻せばいい、また一からやり直す。だから違うところで当たったりする、あ、魚のパターンが変わりましたねっていうのもこれを通じて分かるようになる。そのパターンもこのうちのどれかにはまってくるわけですね。絶対変わったりしても絶対はまりますこの中に。ちょっとスタッフこの表をプリントアウトしといてお守り代わりにねいつも持っといて入れときたい真ん中にあの揺さぶりっていうのがあるんですけど、うん、その揺さぶりっていうのはあの動作の中でこう揺さぶってあげる動作を入れてあげる。揺さぶり、あ、それはまた違うんですね。そうですね。あの動作の中は普通にノーマルでできるんですけど、あの動作と動作の間にもあの矢印が真ん中にこうバッテン入ってると思うんですけど、こう揺さぶりながらその動作はしてあげるっていう。そうか、同じ誘い上げてる時もスーッと上げるのか、はい、ふわふわしながら上げていくのかで違うわけだ。そうです。そうです。じゃあこれ一周揺さぶりなしでやって次の一周揺さぶりありでやってとかそういうのをやって、はい、自分の中でちゃんと順番決めてやってると。決めてやって、で、あ、じゃあ2回目はって言ったらここで当たったよねって言ったらその2回目そこに来た時は揺さぶりを入れてあげるとか、うん、こういろんなこうアレンジができるようになってるんですよね。かーそうか。単純に今までの僕の自分の釣りより、はい、当たりが増えそうですねこれやると。もうこれね間違いなく増えます、うん、はい。
で揺さぶりと揺さぶらない動作をどこでこう交互に自分でアレンジしていくかはもうその時次第、自分の考え一つ。でその当たった時の大きさが小さいカワハギなのか大きいカワハギなのかっていうのを感じ取るってことですね。これ当たりの数が増えればね、なんかこっちもこう学べることが多いですもんね。あのプリントした表ラミネートしといて大丈夫、もうやってますから。そしてもう一つ、魚をかけるための工夫、食わせの間についてお伺いしたいと思います。はい、あの食わせの間って一体何なんですか。この食わせの間っていうのは、まあ、いろいろこうあるんですけど、魚が餌を、最初に見つけてかじりますよね、はい、でこれが食べ物だと思った次の瞬間にそれを針まで食べる、うん、その間のことを食わせの間っていう。ほう、うん、いるのが分かってから針がかりさせるまでのタイムラグ、その時間の差が食わせの間なんです。前あたりっていうのからグググって引っ張るまでの、はい、吸い込んでる最中の時間のことですか。そうですね、それが早かったり遅かったり、うん、で例えばもう、まあ、いろんなあのやり方あるんですけど、その食わせの間がうまく取れない方がバラしたりとか、うん、そのツンツル手にされたりになるわけです、ね、ちょっとここよく聞いておきたいの私は。そうですね、失敗ありますよ。当たりは分かってます、でもかけに行ってもかからない、でかけてもバレちゃう、その時は食わせの間が合ってないっていうのが大体の考え方なんですよね、はい、じゃあそこをどう鈴木さんが教えていただく。そう、その食わせの間を、まあ、自分なりに考えてるのはまず釣り方変えない、でハリスの長さをランダムにしてあげる。ハリスの長さランダム、当然こう今3本針あるじゃないですか、はい、で今これ試しに10センチハリスついてるんですけど、うん、上に誘ってる時ってこれこう下へ閉じてますよね、うん、これが当然下へ閉じちゃう、うんうん、で上から降りてくる時ってこうなって降りてきますよね、はい、はい、ふわーって降りてで重りつきましたって言ったらこの餌は当然ゆっくり下へ落ちてくる、はい、この間に食ってる時って当たり出ないんですよ。あ、当たりにならない。ならないです、うん、で加えた時に当たりが出るんですよ、うん、だから10センチだとその間がすごく長い。で例えばここに5センチつけて、ここに7センチつけたら3本バラバラのリズムで降りてきますよね、はい、そうすると釣り方いつもの掛け調子で掛けに行った時に、まあ今日は真ん中の針ばっかり5センチの針数に合ってるよねって言った時は食わせの間が5センチの釣り方に自分が合ってるってことなんですよ。餌が上から下までフォールする時間の違いなんだ、はい、時間の違いは、ハリスの長さは時間の違いに現れるわけですね、はい、うん、でなおかつ長い方が当たりが出づらいんで長く吸い込んでて違和感なく魚も離さない、うん、短い方が当たり分かって早く吸い込むんです、吸い込む時があっても当たりが分かってもかけられない、はあ、で7センチもうバラバラの状態でやってあげればどれかに合うわけですよね、うん、でその時のその時条件で自分の釣り方とその時の条件で食わせの輪を自動的にここで変えてあげるっていう。え、じゃあそこで、あ、7センチよくかかってきたなってなったら全部7センチにするんですか、はいはい、そうです。それでもいいですけども、あえて、7センチにしたと今度同じリズムになってしまうのでぴったり合えばいいですけど、今度上だけ食ったりとか下だけ食ったりとかって当たりの出方また変わってしまうんで、やっぱり俺は多分最後までバラバラのテンションで入れ替えて3本同じ長さにしない方がいいと思う。はえ、そのバラバラの長さってこう一番下に10センチをつけるとするじゃないですか、はい、どうい こう組み合わせでやるのが一番サーチ力が高いですか。これはね、サーチ力っていうよりも自分の使ってるロッドとかによっても違ってくるんで、位置を一概に決めないで、うん、バラバラにとりあえずやった感じですね。でいるって分かりたい人がやっぱり多いわけですよ。今いるのかな、長い針使ってか当たんないけど、あげて餌ないけどいつ当たってんだろうってこう思う時もある。うん、いるかどうか知りたい。たるぎには自分のよくやるのはこの三本針の真ん中に、ショートハリスって例えば既製品は10センチ5センチしかあるんですけど、それをまず半分にして2センチとか3センチにしてあげて、うん、で餌をつけてこの針は極端に短いっていう、うん、で上はノーマル状態で挟んであげて、そう必ずこれにたかった時は絶対に当たりが出るわけですよ。ハリスが短いんで食わせの間がないんで、ゼロですよね。だからポンって当たればかかんないけど当たりが分かるわけですよ。それから今度上の下の針で挟み込んでて食わせの間を自分で考えながら作ってかけていくっていう。そうか、じゃあ当たりがないけど餌ばっか取られるなっていう時は、はい、それをねセンサー針ってね、はい、呼んでるんですよね、はい、それを1本入れとくだけで、はい、魚がそれでかかんなかったとしてもいるかどうかは分かる。分かる。当たってて取られたのはもう分かってて取られたのはそれ自分の誘い方が悪いって分かるわけじゃないですか、うん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 、センサーバリー俺もつけよう。
いや大事ですね。いやちょっとこれはね今日大きなヒントを得ましたね。まとめると、うん、まあ、いろんな工夫しながらですね、まずパターンを見つける、あのさっきの表ですね、はいはい、そして魚の接点を増やして、で当たったとしても小さいと思ったら見逃す。うわそこができるかどうかですね。まあ針もね、そうですね、3本ついてますからね、はい、チャンスは3回あると。3回あるんで、そのうち、まあ、見逃したうちでを、まあ、狙ってって1匹を釣れれば、うん、OK かなっていう。そうですね。いやこれはもう数釣り楽しみつつ型も狙いたいという、ちょっと欲張りな釣りになりますけど、冬のいい肝パンの時期にもういいテクニックが、ね、熟成されたらいいなと思いますね。もう今の早い時期からやっとくと、なお秋にはねもうそれが分かってればもっと良くなりますから、うん、でね、今日ねお話ししていただいた内容なんですけど、鈴木隆さんのカワハギ釣りスナイパー重宝、こういったね実調をご覧になりたい方はぜひね釣りビジョンの VOD でご覧いただけますので、うん、なるほど沖釣りマスターとかね、あとあのさっきの表も、はい、あと釣り方も網羅している沖釣りギャラリーございますんで、はい、これぜひご覧ください。そうですね、ご覧ください、うん、そして釣りビジョン VOD といえば、VOD を含む釣りビジョンクラブはこんなイベント行われました。イベント、はい、釣ってみようアカデミーです。ご覧ください。8月26日、釣りビジョンクラブ会員限定イベント、釣ってみようアカデミーが開催されました。おみきまるだ。舞台となったのは神奈川県小芝港のみきまる。フィールドテスターをやっております高槻と申します。お、ツッキー。お願いします。はい。でですね、ツッキーと一緒に視聴者の方が。アジです。お、座りたい。遊漁船に初めて乗るという方も多く、高槻さんのレクチャーを真剣に聞き入っていました、うん、いいね。おお、子供も乗ってるね。よいしょ、よいしょ、うん、高槻さん一緒に釣り行かせてもらったことあるんですけど、本当に説明が分かりやすい、子供向けみたいに話してくれるから、うん、お、釣れたじゃん。お、本当だ本当だ。ナイス味、美味しい味だよね。あ、うまそうっすね。はい結構太ってますね、味。いい味だよ。取り込み大事よね。群れが入ってくると次々とアジがヒット。ね、ちょっとキラキラしてる。おお、いい方じゃない。参加者全員が本命のアジをキャッチ。普段とは一味違う釣りを楽しみました。もう完全に先生役として大活躍ですね。うん、すごい結構肩いいですね。美味しそう。美味しそうだった。ツルツルして。あの丁寧に教えていただいたので、まあ一つできる釣りが増えました。はい、また来たいと思います。1から10まで全部仕立ててくれて、で何も本当に持たなくてもあの釣りがこんなに楽しめて、もう至れり尽くせりでした。餌釣りあんまりやったことがなかったんで、いい勉強になりました。いやこれ素晴らしい勉強じゃない。 いいですね。ねえ、いいですね。初めての釣りで高槻さんが先生というのはね、かなり贅沢ですよね。贅沢すぎて僕も受けたいよ、ね、その授業。私も受けたい。いやね、ライトアジのねスペシャリスト、ちょっとまたスタジオにも来ていただきたいですね、うん、そうですね、うん、まあ、釣りビジョンクラブではね、今後もこのような視聴者さんが参加できるイベントをどんどん企画していくということなので、うん、ぜひお楽しみに。これ会員限定のイベントなんでね、ぜひ皆さんこの機会に会員になってみてはいかがでしょうか、うん、これカワハギで鈴木さん先生役やっていただけないですか。僕も乗りに行きますんで。私も行きますんで。あの鈴木隆さんの他にも宮本秀彦さんだったり、贅沢すぎ、新井の吉之助君だったり、いろんな名人ばっかり来て、みんなこう1時間ずつ見せてくれるみたいな。もう最高。めちゃくちゃ贅沢ですよ、それは。先生多すぎて大変みたいな。そうですね。全員スナイパー長。でもうちの船乗ったらうちの船全員スナイパー長になっちゃいます。うわ、やってほしいなね、釣りビジョンクラブ今後も期待ください、ということで鈴木さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上フィッシングウェブでした。